YMCA 創設者、ジョージ・ウィリアムズ・ラッセル・スクエアにある、彼を記念したレリーフジョージ・ウィリアムズは、イギリスのキリスト教と、キリスト教青年会の創設者。ウィリアムズは、1821年に、イングランド・サマセット州のダルバートンの農家に生まれた。若い頃は、不注意で軽率で不信心で無礼な若者だった。彼は、ロンドンのキジ屋に働きに出て、 過酷な条件下で働いている若者が多いことに衝撃を受け犯罪に手を染めないよう記事や仲間を中心に青年組織を作った。その組織が後にキリスト教青年会となった。初期の会への寄付者には彼の雇用主であったジョージ・ヒッチコックがいた。ウィリアムズは彼の娘のヘレン・ジェーン・モンデール・ヒッチコックと1853年に結婚した。 1894年には、ビクトリア女王より、ナイトに叙勲された。1905年に彼は死去し、セントポール大聖堂に埋葬され、ウェストミンスター寺院のステンドグラスに飾られた。ありがとうございます。